日本鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町。緑ヶ丘町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は1から34番は892の0874。35番以降は891の1274。人口は2193人。世帯数は1120世帯。緑ヶ丘町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市北部に位置している。 川上町と丘の原町にまたがる丘の現代地にある住宅団地を中心とした新興住宅地である。町域の北方から西方にかけては丘の原町、南方から東方にかけては川上町にそれぞれ接している。町域の西端に鹿児島市立緑が丘中学校がある。1977年7月11日に一式団地地区において、 住居表示が実施されることとなった。それに伴い、七月六日に、鹿児島県広報に掲載された、町の区域の設定により町の区域の再編が実施され、緑が丘団地の区域にあたる岡の原町、川上町の各一部をもって、鹿児島市の町、緑が丘町として新たに設置された。二千十三年四月までは、鹿児島西警察署の緑が丘交番が町域内に、 設置されていたが、交番、駐在所の再編が行われ、緑ヶ丘交番は、意識交番に統合された。以下の表は、国勢調査による、招致域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。1985年の国勢調査によれば、団地別の人口では4420人であった。鹿児島緑ヶ丘、 団地郵便局私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。